NHK の五十嵐です。よろしくお願いします。まずまん延防止等重点措置の関連でお伺いします。県は昨日政府にこのまん延防止重点措置を適用するよう要請しましたが、今日の指定は見送られました。まずこれについて知事はどのように受け止めていますか。はい、従来からここでご説明させていただいているようにですね、早く強い対策を講じないと結局は医療も厳しくなって陽性期間も長くなるということ、これは国にも繰り返しお伝えをしてきたところでありますけれども、今回は認められずにですね、非常に残念に思っております。デルタ株の拡大、それから県外の感染の悪化で、それがお盆の規制などで流入してくるというリスクもありまして、今後の感染拡大リスクというのは高まっているというのが残念ながら状況です。引き続き資料でお示ししましたように、これまでの集中対策時と同様のレベルまで人手が減少するように、昼間、それから夜間の外出をできるだけ抑えていくことなどですね、県民の皆様と一丸となって感染拡大防止に取り組んでいかなければいけないと考えています。今の話と一部重なるところがあるんですが、先ほど西村大臣は国会でですね、広島県の状況について新規感染者数は増加傾向だが医療提供体制の指標はステージ2相当であることから引き続き県と連携して感染状況の分析を進め、必要となれば機動的に対応していくという趣旨の発言をされました。国の立場としては医療提供体制がまだ余裕があるため、まん延防止等重点措置に指定しないといった立場だと思いますが、これについては改めてですが、やはり残念だという、そういった受け止めですか。そこが溝が埋まらないところですよね。医療提供体制が悪化するまで感染状況がの拡大をですね、放置するわけではありませんけれども、待っているとですね、結局はより高いピークになりますし、その後も重症者増えるので医療はギリギリの綱渡りをしなければならなくなる可能性もありますし、当然に対策期間を延びて対策に必要な財政的な費用も、格段に大きくなりますし、店舗の売上減少であるとかですね、雇用に対する影響とかっていうのは格段にこれまた大きくなるというふうに思います。重症者だとか病床の使用だとかというのは感染者が増えるに従って、これは一定の割合で確実に伸びていくものなので、それを見越してですね、早めにそうならないように手を打ちたいというのが我々の考えですが、国の方ではそうではなくてですね、医療がより厳しくなる状況まで増すという、そういうご判断で、ここは埋め難い溝があるなというふうに思っています。最後にですね、今日の政府の分科会で、一部の専門家の委員の方から、全国を対象に緊急事態宣言を出すべきだというような意見がありましたが、知事としてはこれはどのように考えますか。そういった対応もあると思います。今全国的に感染拡大、急速に進んでいますし、前週比で2倍以上というところがですね、もう各地で見られます。でその原因はデルタ株で、デルタ株は消えることはありません。そういったことを考えると、でさらに我々また繰り返し言ってますけど、お盆でやっぱり人がですね、特に人口集中している東京圏、関西圏、これが最も感染状況厳しいところになってきているわけですけども、そういったところから人が移動すると、そういう状況を考えると、それから今感染対策慣れみたいなことが起きつつあってですね、そこにもう一度この状況は深刻であるというメッセージを出して、人々の行動を変えていくためにもですね、全国で緊急事態宣言を出していくということも十分な選択
ていうか十分あり得る選択だと思います。中国新聞の永久です。よろしくお願いします。関連も含めていくつかお願いします。先ほどまん延防止等重点措置が本日見送られたという点について、埋めがたい溝があるというお話がありましたけれども、今回その外れたというか対象にならなかったことについて、その政府からはどのような説明が県の方にあったのか、改めて教えていただけますでしょうか。今あったようなことで、要するに、このいろんな指標がですね、ステージ2の状況にあるので、この状況をもう少し注視をしていくということが、国の考え方というかですね、もう少し注視をしていきたい、そういうふうにご説明をいただいています。今回、対象にならなかったことの影響について意識します。現在その全国で緊急事態と、そのまん延防止重点措置の都道府県がその、点在するというか、そんな状況にあると思います。で、今後夏休みが本格化して、例えばそういう広島を含めてそういう措置になっていないところに、例えば観光に行っていいんだとかですね、誤ったそのメッセージになるような、そんな恐れもあるのかなというふうに思うんですけれども、そういったことも含めて今回ならなかったそのことの影響についてはどのようにお考えでしょうか。先ほどですね、夜間の人出の動きをご覧いただきましたけれども、やはり、休業とかですね、あるいはお酒の提供をしないと、ほぼほぼ休業に近いような状況になっていくわけですけれども、で、実際に休業を選択されるところも多くなるんだと思うんですけれども、そうすると格段にやはり、人流、人手がですね、夜間の人手というのは減っていくということが経験上分かっています。で、お酒の提供しながら時間短縮を行うとですね、一定やはりこう段が上がるわけですね。こういうふうにここがご覧いただいているここがそういう状況なわけですけれども、これはもう感染状況がこう改善をしている状況なので、段階的に緩和をして、でそして最終的に全部、解除するとこういうレベルになるというか、これのレベルでもこの以前と比べると低いんでですね、お店の皆さんがとても苦労されているというのはこれを見てもお分かりいただけると思いますけれども、少なくともですね、まず我々はここを目指したいわけですけれども、さらにここまで目指したいと、こういったこと、これはちょっと広島市の中心部を代表的に出してますが、そういった人出の減少というところが、うまくいくかどうか、これが、少し、措置が弱いわけでありまして、なかなか難しいものもあるかもしれない。ただ、できればですね、我々はこの、今はこういう状況ですから、そうは言っても県民の皆様ご協力いただいて、できるだけ、こういった人手のレベルを下げていくようにですね、お願いをしたいと思っているところであります。あとまさにこの4ページに関連して、先ほどその人手の削減について、今回の集中対策が始まって、効果が発揮しにくくなっているというお話があったと思うんですが、これについてその要因といいますか、そのについてはどのようにお考えでしょうか。なかなか何て言いますか、その分析に足るようなですね、何て言いますか、エビデンスのようなものはないので、何とも言えませんけども、あくまでも推測の域ですけども、やはり、ある程度、この対策が繰り返されているということであるとか、あるいは、これはちょっと記事の中でですね、私も読んだんですけども、集中対策をしていると知らなかったというふうにおっしゃる方もいてですね、関心が
まあ、オリンピックもあって、そちらにこう向いたりしててですね、その報道内容がなかなか届いていないと、あの別に気が緩んでいるとかいうことではなくてですね、その大きなニュースがなければそのこの感染状況だとか感染対策っていうのがもういやおうでも目に入るような形でですね、テレビのニュースでも、ネット上でも SNS でも新聞でもこう出てくるんでしょうけれども、まあ、そうじゃない状況もあるので、そういったことも影響しているのかなというふうにはあの個人的にはですね感じています。そうですね、ページでいうと16ページなんですけれども、最悪の場合緊急事態措置等が必要な状態に陥る恐れという、まあ、お話がありましたが、例えばこの措置が必要になってくるような例えば目安であるとかその数値などについて、まあ、今あの何かお考えがあれば教えてください。あ、これはもう緊急事態宣言というのはステージ4相当ですから、新規の10万人あたりの報告数で言えば25人を超えてくると、で継続的に拡大していくと見込まれるというような状況であるとか、あるいはその病床等のですね逼迫が生じるとか、そういったいわゆる参考資料ありますけれども、そういったものを総合的に判断をしていくということだと思います。国民ですが、そういった指標を超えて、達してくると政府に対してその緊急事態措置の要請をしていくような考えもあるということでしょうか。そういうことになるんだと思います。テレビです。先ほど梅田タイミングがあるというまん延防止措置の適用に関してなんですけれども、今後なんですが、引き続き、早期に対応してほしいというふうに求めていくのか、あるいは先ほど言った全国的に緊急事態宣言の考え方もあるということなので、また違った要請をしていくのか、そのあたりはいかがでしょうか。我々としてはですね、もちろん現状を踏まえて、その感染状況を見ながらですね、今のこの、今のというか、緊急事態措置を求めるような状況に悪化していけばですね、緊急事態ということになりますし、そこに至ってなければ引き続き、まん延防止等重点措置、今これまだ要請は生きている状況にありますから、次回の判断が、政府としていつになるのかというのは分かりませんけれども、そのタイミングにおける本県の感染状況等によって変わってくるというふうに思います。いずれにしてもそこは政府が言われているように感染状況を注視しながら具体的な対策というのは決めていくということになるかと思います。すみません、広島テレビの門脇です。スライドでいうと3ページになるんですけど、8月5日公表速報ということで各市町の人口10万人あたりの報告数が載っていますけども、今日は具体的にどれぐらいの感染者が県内で確認される見込みでしょうか。でそれまた後ほどですね、公表あるのでその時にお願いできればと思います。大体昨日100人超えてますけど、また今日も県内で100人を超えるだとか、そういったこう高い水準ということは、高い水準であることは間違いないですね、100人を超えるかどうかまでは100人は超えないと思いますが、そういったそういう近い状況だと思います。テレビ新広島です。質問がかぶっていたら申し訳ないんですけれども、先ほど知事から、国に対して要請しているまん延防止等重点措置の適用、これ要請中のものまだ生きているということですけれども、今日の時点でのその認定がなかったということで、これからその先の、明日以降ですけれども、何かその国の方であるとか国の要人であるとかの方にその何かしらの働きかけをする考えなどはありますでしょうか。それはもう常に行っていますので、はい、多分早期にということにはなるとは思うんですけれども、この認定を受けるのに対してその希望するタイミングであるとか、そういったものはお持ちでしょうか。それは
そもそもですね、まあ、我々情報収集する中で、まあ、いつ、次のですね、このこの判断をされるのかっていうことを、まあ、あの情報収集をしていて、で、まあ、急遽ですね、今日なり明日なりっていうような情報も、まあ、あったわけですね。まあ、そういう中で、まあ、要請をしてきたということでありまして、まあ、それはなぜかというと早く指定をしてほしいということなので、まあ、あのそこに間に合うようにはする必要があろうということで、まあ、お願いをしてきたわけですけども、ですから、まあ、あのできるだけ早くというのは変わらないです。はい、日経新聞川野です。すいません、先ほどの確認なんですけれども、国から見送られた理由として説明があったのは、その新規感染者の人数とか病床の逼迫具合というのを勘案した結果、今回指定になったところに比べて少ないという理由で見送ったということを説明があってますか。はい、分かりました。であと今回あの15人という指標をもとにあのまん延防止要請されたと思うんですけれども、これまでの基準というのは何人を置いて要請してきたんでしょう。いや基本的にはですね、まん延防止っていうのは15人で、緊急事態宣言っていうのは25人、これはあの新規感染者の数で言えばですね、ステージ3がまん延防止、ステージ4が緊急事態というふうになってますので、基本的にはあのそこを勘案しながら進めてきたということです。でまん延防止について具体的に要請っていうのは初めてだよね。わかりました。なんかあの今回はすごい早めに動いたっていうことだったので、なんかその人数ベースで以前の基準よりも早めたのかなと思ったんですけど、そういうことではない。あの総合的に、まあ、政府が言っているように、まあ、他の指標はですね、まだそれほど悪化をしていないという状況の中で、あるいはその15とかを超えて、あのそれがどういうふうに推移をするかということをこれまで見てきたんですけども、まあ、今回はあのもうそうなるだろうということを予測して、まあ、事前から準備をして要請の準備をしてきて、で国にも伝えてきて、で、超えたところであの即座に要請をしたということで、あのだいぶ早いということにはなってます。ありがとうございます。毎日新聞の中島と申します。今回追加地域4市が対象に追加されたと思うんですが、これの追加基準としては、その12万人あたりの新規報告者数が15人を超えたからということでしょうか。そうですね、まあ、それももちろんあるんですけども、継続して、この拡大し続けるかどうかっていうのを、特に福山市において、まあ、福山と尾道において、まあ、見てきたんですけども、まあ、一時ですね、少しこうなんて言いますか、感染拡大がこう横にこう寝てきたような状況からですね、また拡大基調にあるように判断されますし、でそれで15も超えてきたということがあるので、今回、まあ、指定をしたということですね。中国新聞の長久です。あの追加の4市に関連してのですけれども、あ、まあさらに例えば今後追加する、まあ、その辺の可能性や、あの現在そういう余地があるのか、このあたりはいかがでしょうか。あの、まあ、これはまあ余地も何もですね、あの感染状況が悪くなれば、あのそこは対応していくということです。あと、あの先ほどワクチンの接種効果についての、まあ、言及もありましたけれども、今回その行動制限、あの時短要請などを、まあ、実施されてますけれども、今回のこの要請を知事としてはその最後にできるかどうか、このあたりはどのように考えておられますでしょうか。それは分かりません。すみません、ワクチンに関連してなんですけれども、あの県内4カ所で県が大規模接種会場を作るというお話があったと思うんですけれども、それについては今目処はどんな感じなんですか。今ワクチン確保の目処が全くないので、
現状では計画ができてないという状況です。それでは以上で終了したいと思います。ありがとうございました。